おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。最近思うんですけど、コンビニエンスストアってやっぱ忙しいんですよね。あの客目線から見ても、今までアルバイトはしたことあれど、客目線から見ても忙しいなって思うことが多いです。例えばですよ、お歳暮とかクリスマスとか、おせち、まあ、軽くあげるだけでもこんだけあります。恵方巻きとかもあるな、これって今でもそのちょっとこの前ガソリンスタンド行った時に、行きつけにコンビニがあって、ガソリンスタンドの隣にコンビニがあるんですよ。でガソリンスタンドで必死にね、集客しているね、若き男性がいまして、その人がね、ノルマのためにもお願いしますって言ってる姿を見てね、俺は身につまされる思いになったね。やめようよ、ああいうのね。ね、やめようよね。誰も得しないから。今回使っていくモンスターは、モモンジャ、ファーラット、デンタザウルス。いずれも2から出た獣モンスターたちですね。はい。この3体、非常に丸いです。全員2から登場した獣系モンスター。モモンジャ、ファーラとデンタザウルスで参ります。デンタザウルスがね、でかいな。このチーム、ファーちゃんとさ、モモンジャはちっせんだけどさ、でかいな、一匹だけな、デンタザウルスよ。意外と、実況で僕、デンタザウルス使うことないんですよ。デスゴーゴン、ナイトリッチは使うことはあれど、おっと、ファーラちゃん?さあ、開口戦行きました。2本の触覚から開口線光属性攻撃、弱い。さあ、軽やかなステップから、いけ、モジャストライク、いけ、ゴロ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 、いくぜじゃあ、デンタザウルスは気合溜め確定っすね。こうなると。気合溜めか、どうなるんだろう。いけるかな、ワンちゃん。この体勢なら、メーガがちょっとあれか。まあ、デンタザウルスはね、どうしても遅いからしゃあないと落ちて。まあ、バギーとかそういうのはね、もうデンタザウルスの経験力よ。おい何がいいか、デンタザウルスって、まあ、硬いっす。めちゃくちゃ硬いです。ファーラットに闇属性がいくかな?だね。さあ、デンタザウルス、気合溜めです、ここは、絶対。まあ、まず気合を溜めて、行くぜ!さあ、行きましょうや。丸いモンスター、3体連携。いきます。そう、この3体で組むっていうのはどういうことかって、獣系相性かつ丸いモンスター3体で組めるんですよ。丸いがどうかさで置いてみたいなやついますけど、いきます。3体ともいけ、大回転突進急行技ロードローラー。さあ、誰が1位になるのかわからない。誰だ、誰が1位になるんだ。いけ、4、2、3位、ドーン。あー、耐えられてる。耐えられちゃったか。しゃあないね。あはー、つい。耐えられちゃったか。メーダがいたから無理やったか、やっぱ。まあ、わかりやすく言うと、他には、この必殺技を使えるのは丸いモンスター。爆弾岩、ベル、ゴロツキかな、ゴロツキ丸いの。ちょっと待って、ゴロツキ丸いのあれ。じゃあもう一回見せてやるよ。そんなにお望みならもう一回見せてやるまでよ。レッツゴー、3体とも。さあ、各種スタートラインに立ちました。さあ、各馬一斉にスタート。ロードローラー、さあ各馬一斉にスタート。激しいぶつかり合いだ。これは激しいぶつかり合いだ。これは大爆発だ。実況はベイブレードのそれ。というわけで今回はね、どうしてもファーラットとかを紹介するときって、状態上パーティーとかに偏っちゃうんですよ。仕方のないことなんですけど。なんで、ファーラットを大魔王戦で輝かせるには、こういうチームで行くかなと。ファーラットはそういう意味です。で、デンタザウルスはあんまり動画に出てないよねっていうことで。モモンジャは獣系だからですよ。さあ、水鉄砲発射!いけ!氷だ、あんま効かないかな。
ああ、まあまあ、十分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 、いい打点出た。おおはははですね、もうね、300回もやってるとね、この光景をね、もう見た回数は何回でしょうか。向こうも必殺技を、ね、出してくれてるわけですよ、このメンツで変わり映えの世代も。もうダンス界のね、動画出してやろうかって何回も言っても出してないからな、そういうのでな。うん、分かった、分かった。さあ、デンタソウルス。気合を貯めます、ここは、まず。気合を貯めるードーン。ファーラットが毎回地面破壊されてるんだよ、そのせいで。ファラちゃんがね、実はね、力もそんな低く、低いっちゃ低いんだけど、今回マスターラブスキャンで上げてるから、割と高いかな。あー、まあまあ十分でしょう。これいけるでしょう。これはいけるでしょう。まあ全員の力はそこそこって感じですかね。はい、じゃあ必殺技には必殺技で答えてやろうか。さあ、みんなスタートラインに立て。いくぞ、みんな回れ。ロードローラーいけー、激しいぶつかり合いとともに、誰が1位か、ファーラと1位、モモンジャに3位、大爆発せーのドン。なんで毎回3位が大爆発するようになるんだよ。あれ、なんか嫌な予感がするんやけど。そうやね、嫌な予感しかせえへんな。最強合体モンスターだ。さあ、最強合体モンスター一体どのような戦いを見せてくれるのでありましょうか。そりゃそうなるわな。そりゃそうなるでしょうな。うん、なんで出てきたの。最強ともあろうものがどうだ、私と一緒に来るかね。登場していただきましょう。アームライオン、ダッシュラン、キラーパンサー。このね、迫力ある3体が合体すると、なんと、キラーパンサーたちが、3体合体、最強の合体モンスター、降臨せよ、ギャリオンの登場だ。相手丸いやつがいいなーってちょっと思ったんですよ。相手にふさわしいのは丸いやつかなーと思ったんで、丸いのを召喚しました。ひょっとしたらこいつもモロドローラできるかもしんねえと。コロコロコローって。いけるかもしんない。というわけでやってきました。原作の良さを払拭しに来たデブの登場です。お前も回ってダイエットすっかー。一緒にダイエットしようべ。とりあえず、こう 2P プレイになったんですけど、1ターン目はとりあえずこれが塩梅ですね。1ターン目はマジックバリアで、一応確定ではないけど、塩梅は取れる、かなり。かなりいい感じのね、確率で防御できるんで、1ターン目はまあ、これ使っていいでしょう。まあ、なんせこっちには今回ね、ロードローラーチームプラス、最強の合体モンスターと言われたゲルヨンがいますからね、期待できます。オーケー、素晴らしい。打点は困らないと思う。開口戦もいい打点出るから、まどいの息。お前何をしとるんだ、ここ。あ、サイコキャノンから入るんだったら大丈夫だ。次のターン確定防御できます。あー、ゲリオン、まあまあまあね。さあ、ゲリオン、エクスプロージョン、ミスターで炸裂する、いけー、威力高いぜ、これ。おら、おお、いいね、やっぱ違うわ。最強合体モンスターが伊達じゃねえってことよ、ゲリオンな。まあ、獣系としてね、お互いね、通じ合うものもあるでしょう。ゲリオンの力を借りてね、こんなデブなのね、葬り去ってしまいましょうや。どうしても最地行動にあんな、デンタさんですか。気合を貯めました。気合を貯めるー。まあ、とりあえず、ファーラットとモモンチャが弱点取れるんですよ。このパーティー。原種には。ラプソン原種には弱点取れるんで、まあ、そこでガンガン攻めていきたいね。なんだったら、削り切ったってもいいんやで。さあ、ファーラット、光区属性、開口戦。光属性ってのはまず強い。いけ、開口戦。いい、497出てる。いいじゃん、いいじゃん、すごいじゃん。さあ、続いて、氷属性。弱点のね、氷属性と光属性をついていく。強い強い強い。いいよいいよ。さあ、この鋭い眼光から、
おたけびあげて当選旋風の木がイエーイ強い強い強いもっともっと恐るべき騎馬の友かヤッホーいいねゲルヨン強いぞおー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 おおすげえ電タックルで会心出たまあ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 隕石落としなんて可愛いもんよまあ HP が逆転したのはでかいね削り切りも視野におお素晴らしい回避3体回避は素晴らしいまあ魂は別にどっちかというとサービス行動に近い誰か食らっただいぶ食らってないねオッケー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 順調順調いいねえ HP 差をこれもう返してるのがでかい何よりよしとりあえず順調だね原子は問題なくいけそうな気がしましたねさあゲリオン襲うべき騎馬の猛攻旋風の騎馬強いぞこれ今までなこっちとはなろくでもねえ合体モンスターで最強目指してるからなこっちはうわあなんじゃこいつやばいなんじゃこいつは何がウルトラスタンプやと何がシューティングスターやともうそれをねまるで意味してるかのようなこの攻撃力圧倒的パワーすっげえすげえよマジですごい削り切れるこの勢いなら全然削り切れるギガデインで締めちゃっていいかなあー魂かあーまあまあ魂の成功率があんまり高くないんだよね、まあ、一気に行きましょうよこれこうなったら一気に押し切れるでしょもうギガデイン打ってさそのままポンポンポンってやっちゃっていいよ気持ちよく葬り去ろうやこんなデブなんてあ動く気のない素早さ50のデブがなこっちとら素早さねだいたいみんな100ライン入ってるんでね外れたわあーまあまあまあゲリオンがやってくれますよね大丈夫ですゲリオンがやってくれますっていくらふざけようがねゲリオンがやってくれんのよ隕石落としかまあ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 デンタもいるんで耐久力には大丈夫でしょいいいいいいオッケーいいオッケー大丈夫大丈夫さあ来た恐るべき牙の猛攻旋風の牙いぜほらやっばゲリオンやっばこれな動画がゲリオンの動画になっちゃうこのままじゃあれあれなんか HP 増えてないあれ気のせいかなんか気のせいかな気のせいだよね5289だっけこのパーティーの耐久力ってちょっと後で見比べるか後で映像巻き戻すかいやいいんだとりあえずここ勝とうやああ赤くなっちまって目がいやじゃワイはダイエットなんていやじゃと言わんばかりのねこのお怒りですよ今ダイエットは嫌だと、かたくなに否定するラプソン。早いな。早いな。おーおーおーモモンジャ燃えたわ。モモンジャ燃えます。とりあえず。あー、どうしようかな。SP が迷うところだな。いやーファルちゃんも燃えたね。とりあえず行こう。おたけびをあげて、トーシューいけいけにょん見してやれ、お前の破壊力。火力はもうピカイチやかんね。カナンダタと並んでもうトップの火力を誇るから。会心率もめちゃくちゃ高いしな。うん。で、問題はね、開口線が通らなくなっちゃったんですよ。暗黒神なのに光が通らなくなりました。そうなんだよね。氷が共通の弱点なんで、モモンジャは全く問題ないんですけど、今度はファーラットがちょっとお荷物になっちゃったかな。で、次のターンにマジバ合わせるか。サイコストーム2回攻撃。それ避けてほしい。あ、ゲリオン！ゲリオンは、でも、やっぱゲリオン違うわ。止まらないあたりゲリオン違う。どっかの、なんかコンボ踊り違うわ。どっかのコンボは止まってたからな。そういう風に。ここはちょっと違う。格の違いを見せてくれるね。
ただだいぶ削られたな。 HP 半分削られてんのか。とりあえずちょっと爆地になっちゃうんですけど、ここもマジックボニアします。ここのターンに呪文を打つ可能性って結構高いんですよ。結構高い。あくまで。あの、それがワンチャンね、普通に物理に流れちゃうと、まあ、最悪の択 ?25% の可能性で最悪の択なんですけど、打撃が2つ来ちゃうとダメだね。呪文が2つ来る可能性もあるんで、ここは。一撃でも防ぐとでかいと思ったんだけど、これ、サイコソムがいっぱい来るわ。ゲリオンめっちゃ狙われるわ。数数えられる。ちょっとやばいな。ちょっとやばいんだけど、これ。このままじゃ。あー、ファーラット。うわー、きつい。HP がきつい。そのまま削り切れる。おい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 。ダイエットしようぜ。ゲリオンもこんなぐるぐる回ってんだぜ。おたけびをあげて、突進。おたけびあげて突進にもいろいろあるけどさ、これは気持ちいいわ。あー、何をしてるんだ。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。止めれば。ここ止めてほしい。あ、いやこれはあるな、あるな、これ全然あるな。混乱している。混乱はでかい。でもマジックバリア全く意味なかったけどね。あーって言っちゃったじゃん俺。まだあるな、まだあるな。でもどうしよう、このターンに勇気はたまんないし、でもマジックバリアとかは無理だし、確定防御は無理だよね。天使の歌は早計だしな。で、天使の歌しても次のターンは必ず呪文だから、ちょっと迷っちゃったな。やばいなこれ。え、やばい。あー、ももんじゃいい、いい体勢。ちょっと待って、ラプ様ちょっと攻撃的すぎない？おお、来た！よし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 、ゲリオンいいよ。ゲ、さすが、さすが回避率。今の窓抜きチャンスものにしたいね。いい感じの動画になってるよ。動画としてはバッチリな。バッチリだよ今のところ。どうする、おお、どうする、削り切るか。いやでも削り切るのきついよな。次のターンまで行けばワンチャン生き延びれる可能性は高い。次のターン呪文しかしないしね。マジックバリア本当に安定になるから。さあ、ここのターンを、ここ耐えたい。おっと、相手の攻撃、メラソーマ耐えるっけ。いや、耐えろ、耐えれる耐えれる。お前たちの気合を見せるんや。来い、カモン。うーん、惜しかったなぁ。ここ耐えたら本当に惜しかった。あれでもさ、なんかゲリオンの HP 上がってたよね。なんだあれ。